こんにちは。全国一律給付金ですね、全国民に。これがちょっと動きを見せてきたんで、また報告したいと思いますね。これがですね、大筋は、持続化給付金2回目ということで、50兆円規模の第一次補正予算を自民党の若手議員30名余りが二階幹事長に提言したということです。まあ、大筋は4つにまとめられてますね。まず1つ目は持続化給付金ですよね。これ事業規模に応じて2回目を出したらどうかということですね。現在、緊急事態宣言が4都道府県で発令されてますけども、大規模ショッピングセンターに至っては1日20万円の、ね、協力金ということなんですけども、とてもじゃないけど足りないですよね。だって1日に数千万数億円売り上げる、そういった小規模店舗、中規模店舗、大規模店舗、主には百貨店ですね、こういうところに1日20万って誰にも何もいかないじゃないかって、こういうふうなね、ビジネスを知らない人の決めることってのは本当どしがたいですよね。ということで、事業者の規模に応じて数百万数千万数億円という規模で出さないとどうしようもないじゃないかって話ですよね。これは当然だと思います。前回の100万200万の持続化給付金も、これね、全然もう商売自由にやらせてくれって話ですよね。で、次、個人向けの新給付金、これですよね、多くの方に、関係するのは。これ全国民一律給付じゃないかもしれませんけども、個人向けにお金を配らないともうどうしようもないよって話なんですよね。もうこれ1年以上も痛感してると思いますけども、このマスク2枚でどうしろってんだって話ですよね。今は戦時下と同じく有事の時代です。空襲のようにウイルスが蔓延されてですね、それ以上に国民の不安がかなり募ってるわけですよ。で、必要なものも増えてきたと思います。それでいて自由な活動はできない。これは国に協力して国民が動いてるわけですから、もしくは動いてないわけですから、それに対する保障が求められるのは当然だと思うんですよね。このあたり、全然お金の収入が減らない国会議員さんには分からない話だと思いますけども、ほとんどの方はね、国会議員じゃないですからね。国会議員でも公務員でも何でもないですから、まあ人によってはね、国会議員、公務員、生活保護の方、こういった方はお金を受け取り続けてるから、こういう人たちのことは考えなくてもいいから、自分の働きとか結果に応じて収入が変わる人たちへの支援を厚くしろという意見もありますけどね。私はここは気持ちよく全国一律給付でいいんじゃないかなと思いますけどね。で、あと消費税の方なんですけども、令和新選組は消費税廃止を謳ってますね。だからそれに合わせてなのかもしれませんけども、3年間の消費税凍結 0%、 これをやって国民生活の底上げ、そして消費の喚起を図ろうということですね。あとはね、これ多くの方があんまり気づいてないことなんですけども、4点目で3年間同じく社会保障費を半減しろということですね。実はね、事業者に対して社会保障費っていうのはかなり、社会保険ですか、社会保険っていうのはかなりの負担になってくるんですよ。従業員さんを雇うと、その従業員さんにも半分の社会保険料の負担がありますけども、でも残りの半分は事業者が負担するわけですよね。ですんで、人を雇えば雇うほどこの支払いが企業は大きくなるってことなんですよ。だから会社は思ったよりも儲かってないですから、皆さんのお勤めになっている会社がね、いくらでもお金があると思うのは大間違いです。どちらかというと、従業員さんに給料を払ったり福利厚生をするために会社はどんどん痩せ細ってるってことなんですよ。これがだから、会社にいれば安心という神話を丸呑みにして信じちゃうと、企業は金持ってるみたいなね、そんな間違った愚かな、ね、思考になっていくわけなんですよ。実際ほとんどの会社はお金持ってませんので、借り入れで回してるだけですからね。ですので、いきなり倒産します。皆さんもご用心ください。ということで、今回は、自民党の若手議員30名以上がですね、第一次補正予算の提言を二階幹事長に出したということでございます。本日ですね、4月25日広島では、あの例の買収事件の参院選補選が行われております。河井克行、河井案里の策略によって、10万円20万円のね、買収金額によって広島県議がやすやすと二束三文で叩きがわれてしまった、そういうふうなね、買収事件、本当に広島としては情けないことなんですけども、これはね、広島の湯崎知事も嘆いておられましたけども、まあね、こんな愚かなね、買収劇に加担する自民党関連の人たちも情けないもんですけども、まあこれをですね、今日再選挙するんですけども、おそらく自民党は再選されないでしょう。まあ候補者出してきただけでも随分ね、厚顔無恥だなと思いますけども、おそらくこの結集広島の谷口さんじゃない、宮口さんが当選するんじゃないですか、宮口春子さんが。そうなったらやっぱりね、格好悪いんで、それから今年の衆院選もありますからね、解散総選挙を踏まえて給付金を配るという餌をちらつかせるんではないかなと思います。ただね、今回ね、もう給付金配ろうがどうしようが、もう国民は自民党についていかないと思いますよ。
よほどの利権をもらってる人はね、これからも自民党支持ということで、ね、やっていくと思いますけども、まあ、まともな平行感覚がある人は自民党には投じないんじゃないかなと思います。同じ地獄なら自民党と一緒に見るんではなくて、自民党のいないところでね、見たいと思う人が多いんじゃないかなと思いますね、うん、ということでね、いささか尖った発信にはなりましたけども、今回持続化給付金をはじめとする国民生活支援、特に皆さんにご関心があるのは特別定額給付金ですよね。こちらの方を話題にする人も減ったと思うんですけども、私はまだやりますからね、うん、おそらくこの第2次補正予算また却下されるのかもしれませんけども、一縷の望みがやってきました。皆さんもね、ここぞとばかりにしっかりと国民の声を届けていきましょう。官邸にメールをするのもよし、それから各ね、国会議員の先生方の事務所に電話するのもよし、まあデモを起こすのもよしですけどもね、何かやりましょう。何かやって、私たちがその私たちの気持ちをね、国民の意思を反映させなければ、表現しなければ何も変わりません。やったところで変わらないかもしれませんので、いらなかったら絶対に変わりませんというところで、可能性が 1% もあればそれに向かって最善を尽くしていきましょう。最後にね、いつものこの言葉で締めたいと思います。最悪な時こそ最善を尽くせ。いってらっしゃい。